どうした日和。父上、悪口言われて平気なの？ああ平気だぞ。なんで？俺にはお前たちがいる。本当？じゃあずっと一緒にいるね。いやー、お電話立派な侍であったぞ。褒めて使わず、将軍としてお前の父に褒美をくれてやってもいい。私の名は光月日和。口を慎め、無礼者。腹が空いてもボロを着ても、私は父の名に恥じぬように生きてきた。あなたが将軍だった日なんて一日たりともありはしない。愚かで無様、それが魔性ど失った命が救われぬ。おい、言い寄せよ。何もするな。復讐など今時流行らぬぞ。俺を殺してもカイドウには勝てぬしな。オロチ様、失敗しました。貴様、勘十郎か。もはやここまで。良いところに来た。新しい舞台を与える。あの女を焼き殺せ。飛びかかれ、うん、20年耐えた女の復讐の失敗、なんたり引き聞き。見たか、光月の残党日和。これが強者の運というものだ。オロチ様。おい、こっちじゃねえ、こっちじゃねえよ。バカめ、感じろ。日和、助けろ。夜明けはきっと来ます。光月は約束を果たす一族。